の日本、おかしいこと、疑問に感じること、たくさんあると思うんです。私たちの給料は、この何十年も変わらない、上がらない、世界でも同じだと思いますか？そんなことありません。世界でも今、物価はとても上がっています。しかし、給料で比較すると、世界では日本の給料の2倍、3倍、そういった国たくさんあるんです。なぜ私たちの国、日本では一向に給料が上がらないのか。なぜ私たちの国、日本では増税ばかり、国民を苦しめるような政策ばかりされるのか。給料が変わらないのに、増税ばかりでは私たちの暮らしは良くなるはずがありません。今年10月に始まるインボイスもそうです。一部の方にしか関係ない、そう思っている方もいるかもしれませんが、結果、日本の物価、私たちの国民の暮らし、増税につながる、結局は日本人を苦しめる政策でしかない。なぜこんなにも政府は私たち日本人を苦しめるのか。毎日私たち日本人は家族のため、子供のために一生懸命働いているのに、そしてその大切なお金の中から私たちは税金を支払っている。しかしその税金が何に使われているのかご存知でしょうか。消費税がなかった時代から現在では 10% に上がっている。ではその多く支払っている税金は私たちに還元されていますか。年金も上がらない、上がらないどころか下がっている。今日本人で年金で将来安心して暮らせると思っている人ほとんどいないのではないでしょうか。それでも私たちは年金を支払わなければならない。一体何のために。私たちの老後はちっとも保障されていない。老後どころか明日の生活でさえ苦しい日本人たくさんいるのに、なぜ私たちの大切な税金が日本人のために、私たちの日本の未来のために使われないのか。おかしいこと、間違っていることを私たち国民は声に上げなければならない。声に上げなかったから、今までずっと政府に任せっぱなしだったから、いつか誰かが何とかしてくれる、いつかきっといい人が私たち日本を救ってくれる、そうずっと信じてきた結果が今なんです。結局誰も救ってはくれない。入れたい政党がない。何度選挙に行っても誰に投票しても何も変わらなかった。この何十年間、私たち参政党はもういい加減この日本を変えたい。しがらみや利権だらけの世の中、こんなことでは一部の人だけが幸せになる、一部の企業だけが裕福になる、外国にばかりお金が流れている。本当にそんなんで日本が大丈夫だと言えますか。私たちの国、子供たちの未来を、いい日本を残せると思えますか。私たち参政党は強い危機感を持っています。今の日本では絶対にダメだ、既存の政党に任せておいていい未来は待っていない、そういう強い気持ちを持って私たち参政党を作ったんです。宗教団体、企業、海外企業、そういったしがらみや利権が一切ない。本当に国民のために、本当に日本のために、心ある愛のある政治がしたい、そういう気持ちで私たちは参政党を作りました。2020年にできたばかり、まだ新しい政党です。テレビにもなかなか出れない、メディアも取り上げてくれない。だからこそ私たちは日々こうして地道に活動するしかないんです。 YouTube や SNS でたくさん私たち情報を流しています。本来なら学校が教えなければならないこと、本来ならテレビやメディア、新聞が伝えなければならない真実、たくさんあります。なぜそれを私たち国民に伝えてくれないのか。私たちには知る権利がある。それにもかかわらず今は不都合などを隠している。こんな状況で国民は知らないまま、それでは家族や子どもたち、
友達、仲間、そして自分自身をも守ることができない。私たち参政党はそのことに強い危機感を持っています。そんな日本であってはいけない。そんな日本が続いてはいけない。その一心で日々こうして活動しているんです。今の日本を変えなければ子どもたちに、お孫さんたちにいい未来を、いい日本を残すこと、これまでのように日本を守り続け次の世代につなげていくことができない。そんな日本であってはならない。そして選挙に入れたい政党がない。どの政党に入れても同じ。そういった国民の諦めから選挙に行かない人がどんどん増えている。このままではいけない。私たち一人一人、日本人の大人である私たち一人一人が自覚をして考えて、今の国のこと、それは自分たちの将来のことなんです。子供の未来、正しい道を私たちがきちんと声を上げなければ本当に何も変えることできないんです。参政党は現在国会議員1名、地方議員140名、ここ愛知でも10名の地方議員誕生しています。それでもまだまだ小さいんです。声が届かない。どんなに正しいことを言ってても、どんなに正しい政策を訴えても、国会議員一人では大きな政党に立ち向かうことできないんです。今の日本、国民の7割8割が今の政党を応援している、支持しているわけではありません。つまり選挙に行かない層の方たちが自分たちで考え選挙に行ってくだされば、私たち覆すことできるんです。日本人の手で日本人を守りましょう。普段生活していると何が問題なのか、今の日本で何が起こっているのか、世界でどうなっているのか、なかなか気づかないと思います。私たち参政党はそんなことではいけない。だからこうして街頭演説、 SNS で情報を発信しているんです。一人でも多くの方に気づいてほしいんです。自分たちを守るために、子供や家族、大切な友達や仲間、日本人が日本人を守る、そんな当たり前のことが今なされていないんです。どうか参政党よろしくお願いします。まだまだ新しい政党です。皆様に知っていただき、皆様の力が必要なんです。参政党を広めることで、私たち一人一人が何ができるか、私たち日本人が何をしなければいけないか、それを考えなくては、そして行動に起こさなくては、今の日本、本当に何も変わらない。子どもたちにこのままの日本を残していいんですか？日本の未来に希望が持てますか？多くの若い人は結婚や出産にすら躊躇してしまっている。なぜですか？今の若い人たち、とても多いんです。その原因の第1位が、そんな国、他にほとんどありません。そんな悲しい国、そんな苦しい国にしてしまっていいんでしょうか。私たち参政党は教育、食と健康、国の守り、この3つを重点政策と掲げ活動しています。教育も変えなければならない。食と健康もそう。あまりにも情報ばかり、それを多くの方が知らない。なぜならこの国教えてくれないからなんです。そんなことではいけない。私たち日本人は今食事に困らない、とても毎日裕福な暮らしをしている。だからこそ知ってほしいんです。若い世代、これから子供を産む世代、これから結婚をする世代、そういう若い方たちにぜひ知っていただきたい。参政党がどれほど今の日本に必要な党なのか、しがらみや利権がない世の中がどれほど今の日本に必要なのか、私たちは常にそのことを訴えているんです。一人でも多くの方に気づいていただきたい。知ってる方から、気づいた方から、ぜひ一緒に行動に移してほしい。参政党はその思いだけで政党を作りました。そんな政党が他にないから、私たちゼロから作ったんです。どうか参政党よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。